彼女は最後の10年を生きる。まるで人生の始まりみたいに。退屈でボケちゃうかと思うと、もうさっさと死なせてくれって毎日思ってた。これっていつまで続くんだろうと思ったら、ふわっと。なんだよそれ。真鍋くんのことよく知らないけど、それってすごいずるい。心の色形、とりあえずやれることからやってみようかなって。私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。あといくつ心臓があれば僕は君の手を掴んで。普通って何？私のこと何にも知らないで勝手にいろいろ決めつけないでよ。俺がまつりちゃんのことを守るから一緒にいてください。これ以上カズ君といたら死ぬのが怖くなる。君の方が遠い。また一つ季節を越えていく。夢みたいに続く日常がいつか終わるとしても、私間違ってなかったよね。これでよかったんだよね。会いたい、会いたいよ。